はい、どうもゆうくんです。今回も、いろんな車の、魅力をカタログで紹介していきたいと思います。さあ、ということでですね、今回は、トラックの定番と、言われている、車を、紹介します。ということで、今回紹介する車はこちら、三菱ふそうキャンターでございます。これは、現行の、キャンターとなります。で、フロントマスク、見る限りやっぱりなんかキャンターらしさっていうか、独特の存在感をね、感じることができます。で、1ページ目、開きまして、このようになっております。やっぱりなんかキャンターも、結構、長い歴史がある、車種で、数年前に、リコール問題などでちょっと信頼は失ったんですけど、じわじわとね、信頼を回復、している感じの、トラックとなります。このキャンターは大体小型ないし、中型トラックの、定番車種と、なっております。フロントマスクね、外観も洗練されてるんですけど、キャビンの内装がこのようになっております。シートの形状もなかなかいい感じですし、インパネ周りなんかも、シンプルですけど、使いやすさと、使い勝手の良さを、両立しているインパネとなります。で、こちらのモデル、写真のモデルは、デュオニックのシフトが、知ってるんですけど、デュオニックの、モデルとなります。で、インテリアはこのようになっていて、あとはですね、収納も、フロアコンソールだったりとか、センタートレイと、マガジンラックがついてたりとか、収納も結構いい感じとなってます。次世代の、排気ガス浄化システムである、ブルーテックテクノロジーですねを採用しています。これもあって、これと、クリーンディーゼルもあって、クラスナンバーワンの、低燃費ということを、売りに、してますね。で、ディーゼルですので、DPF もありますけど、ブルーテックっていう、尿素系の、触媒ですね、を採用してて、それによって、排気ガスを、浄化する、浄化して、排出するという、機構がついております。で、エンジンも、いろいろなバリエーションあって、全部、4P10 型なんですけど、110馬力から、175馬力の、ラインナップがあります。で、先ほども言った、DPF だったりとか、あとはブルーテックの、排ガス処理システムをね、採用してたりも、しますので、環境性能にも磨きがかかっているということが、わかります。なんかアドブルーっていう、あんまり詳しくないのでな、ちょっとわかんないんですけど、アドブルーって尿素液かな、そういうのを使って、排ガスを浄化するみたいな、そんなシステムとなってると思います。で、ミッションが、デュオニックですねを、採用してます。で、これは何かと言いますと、オートマと、マニュアルベースの、オートマミッションとなります。で、いわば、デュアルクラッチ AMT という機構となります。
まあ、要は、なんていうか、オートマの良さと、マニュアルの良さを、まあ、なんかいいとこ取りした、ミッションとなります。で、まあ、オートマのように、まあ、クリープ機能もありますし、あとは、まあ、パーキングレンジあったりとか、まあ、ヒルスタートアシストですね、も、ありますし、あとは、まあ、デュアルクラッチと、なるんですけど、まあ、湿式クラッチとなりますので、まあ、定期的な、まあ、クラッチ交換が不要ということで、まあ、整備にかかる時間とコストを、実現できるということが書いてあります。で、まあ、走行状況に応じて、まあ、マニュアルモードにも、切り替えることができますし、あとは、まあ、エコモードですね。も、ありますので、まあ、より、まあ、低燃費な、走行ができるようになります。この新型の、まあ、現行型キャンターなんですけど、まあ、双輪、ディスクブレーキが、採用されています。まあ、前輪はもちろん後輪にも、まあ、ディスクブレーキが、採用されております。ので、まあ、正当性も、まあ、いいということになります。まあ、ABS プラス、まあ、EBD が、全車標準装備となってます。あとは、まあ、坂道車発進補助の、まあ、EG5 が、まあ、マニュアル車にオプションで用意されております。まあ、要は、まあ、坂道車発進補助の、システムとなります。あとは、まあ、エアバッグ標準装備との運転席の、まあ、エアバッグが、まあ、標準装備となるんですけど、まあ、助手席は、オプションで用意されております。で、まあ、ヘッドライトが、まあ、ハロゲンタイプとなりますし、まあ、キャブの、まあ、剛性と、まあ、衝突安全性も、まあ、高まっていますし、あとは、防犯として、まあ、イモビライザーが電車に標準装備されているというのも、まあ、魅力の一つとなっております。で、四駆もラインナップされてるんですけど、まあ、低床ですと、フルタイム四駆となりますし、高床ですと、まあ、パートタイム四駆となります。で、まあ、フルタイム四駆も、まあ、結構性能のいい、ものが対応されてますし、まあ、交渉はパートタイムとなるんですけど、まあ、まあ、最低地上高が、結構高めなので、まあ、過酷な現場とかでもね、まあまあ、例えば、まあ、まあ、枯れた、まあ、山の中とか、そういった、まあ、現場も、まあ、ガンガン入っていけるようになっております。なんか場合によっては、まあ、まあ、川も渡れるそうなんですけど、まあ、ちなみになんか水深50センチ以上の場所は絶対に走行しないでくださいと、いうことが、書いてあります。で、まあ、次の動画でも、まあ、紹介するんですけど、キャンターの、エコハイブリッドも、ラインナップされております。今日は、まあ、トラックですけど、まあ、ハイブリッドの、トラックと言います。まあ、ハイブリッド、このモデルは、まあ、ハイブリッドということもあって、まあ燃費の数値書いてあるんですけど、まあ、リッターで、12.8kg となってますし、あとは、まあ、エコカー減税対象ということで、自動車取得税と重量税が、まあ、免税ということになっております。あとは、まあ、CO2 の排出量も、まあ、低めになってますし、あとは、まあ、バッテリーの、まあ、モジュールとかの、まあ交換費用が、まあ、10年間、ゼロということになりますので、まあ、バッテリーも、結構しっかりした、ものが、結構というか、まあ、かなりしっかりした、バッテリーが、装備されております。で、グレードが、まあ、スタンダードと、カスタム用意されてるんですけど、まあ、スタンダードですと、まあ内装装備含めてこのような感じになっております。
で、オプションで、カスタムモデルもね、装備されるんですけど、まあこちらはまあまあところどころまあメッキとか、使ってたりとか、まあちょっとかっこよくなった、モデルとなります。で、それぞれのね使用装備表が、このように載ってます。で、今のが標準キャブの、装備表で、ワイドキャブの、まあ、装備表がこのようになっております。ハイブリッドの、装備表も、こんな感じに載ってます。で、まあ、キャブの、バリエーションが乗車定員3人の、シングルキャブで、定員が、まあ6、7人乗りの、ダブルキャブとなりますし、キャブの、まあ、幅が、標準タイプと、ワイド、タイプが用意されております。で、まあ、駆動方式と、まあまあ、車種としてましては、まあまあ、2駆、4駆、そして、ハイブリッドが、ラインナップされております。で、まあ、ラインナップの、表が載ってます。で、まあ、ボディバリエーションとしましては、まあ、1.5 トン積みの、標準キャブのロングボディになります。で、まあ、2トン3トン積みの、標準ボディ標準キャブとなります。こちらも、2トンないし3トン積みの、標準キャブの、こちらはセミロングボディとなります。で、まあ、2トンから、4トン積みの、標準キャブの、ロングボディとなります。まあ、2トンないし、4.9 トン積みの、2トンから、まあ、4.9 トン積みの、ワイドキャブセミロングボディとなります。で、まあ、2トンから、4.8 トン積みのワイドキャブのロングボディとなります。2トンから、4.7 トン積みの、ワイドキャブ超ロングボディとなります。で、4.55 トン積みの、ワイドキャブ超超ロングボディとなります。こちらは、1.5 トンから、まあ、2トン3トン積みまでの、ラインナップがある、標準キャブの、全低床フルタイム4駆モデルと、なります。まあボディのバリエーションが、まあ、標準ボディ、セミロングボディ、ロングボディとなっております。で、こちらは、まあ、2トンから3トン積みのワイドキャブ高床パートタイム4駆モデルとなります。こちらは、まあロングボディと超ロングボディのラインナップとなります。で、ダブルキャブ、まあ、まあ俗に言う、まあ、ダブルピックと呼ばれるモデルですけど、こちらは、1.5 トンから、まあ、2トン積みのモデルとなります。で、1.5 トンが、まあロングボディとなりまして、2トンが標準ボディとなります。まあ、標準の、ダブルキャブ、こちらは2トン積みのモデルとなりまして、ロングボディとなります。で、ワイドの、ダブルキャブは、まあ、2トンから3トン積みで、こちらはロングボディとなります。で、ワイドの、ダブルキャブの、3トン積みの、超ロングボディモデルとなります。4駆の、標準ダブルキャブの、全低床フルタイム4駆の、モデルがあります。
で、1.45 トンから、まあ、2トン積みというラインナップで、ボディが、まあ、セミロングボディとロングボディのラインナップとなっております。で、4駆の、ワイドダブルキャブの、高床ファーストタイム、4駆ですと、ボディが、ロングボディ超ロングボディで、まあ、2トン積みとなっております。で、まあ、アルミブロック、タイプとも、まあ、ラインナップされてます。で、まあ、下に、サイズというか、まあ、寸法の、表が載ってます。まあ、バリエーションとしまして、まあ、ドライバンですね、まあ、ドライバンとか、あとは、まあ、4ナンバー車設定の、まあ、ハイブリッドの、平ボディがあります。まあ、ドライバーも、まあ、ハイブリッドの、まあ、ドライバーだったり、あとは、まあ、ハイブリッドの、平ボディだったりとかね、あとは、まあ、ハイブリッドモデルでは、まあ、ウィング版が、用意されております。であとは、まあ、他にも、まあ、冷凍車だったり、あとは、まあ、人海車、まあ、ゴミ収集車ですね、タイプも、まあ、ラインナップされております。で、まあ、三菱ふそうの、まあ、アフターサービスですねだったりとかの案内が載ってたり、あとはふそうのなんか安心パックみたいなのも載ってたりとか、まあ、あとは、まあ、アドブルーの、まあ供給体制とかそういうのも、紹介されてます。あとは、まあ、不走の、まあ、トラックのラインナップが載ってます。で、まあ、内レオの、まあ、絵が載ってます。はい。で、ここから、まあ、各、まあ、モデルの、主要諸元表となるわけなんですけど、まあ、紹介してるとちょっと長くなりそうなんで、こちらは割愛します。で、ちなみに、まあ、燃費の方が、1.5 トン以下の、モデルですと、まあ、よくて、まあ、リッター12キロとかになってますし、あとは、まあ、総重量の、まあ、範囲にもよるんですけど、まあまあ、重量車でも、まあ、リッター8キロと、なっています。で、ハイブリッドですと、まあ、いいモデルで、まあ、リッター 12.8 キロとなっております。要は、まあ、ハイブリッドでも、まあ、リッター12キロは、走るということになります。はい、で、裏表紙が、このようになっています。はい、ということで、今回は、まあ、現行型の、三菱ふそうキャンターについて、紹介しました。やっぱり、まあ、小型トラックの、まあ、定番車種ということで、まあ、長く、まあ、愛される、車なんだなということを、まあまあ、確認したというか、まあ、長く愛されている、まあ、トラックなんだなということが、まあ、分かりました。カタログの内容と、説明の内容、まあ、異なる表現あったと思いますが、その点はどうかご了承ください。また、ところどころ、まあ、お聞き苦しいところ等あったと思いますが、その点もどうかご了承ください。チャンネル登録そして Twitter のフォローも、ぜひぜひよろしくお願いします。また、まあ、サブチャンネル的な、要素も含めた、ゆうくんパークという、チャンネルも、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。